皆さんおはようございます74回目のヒルズブレックファーストを始めたいと思います今回は昨年4月にオープンしたテックショップ東京での開催となります実はこちら昨年4月にもヒルズブレックファーストを開催した場所になるんですけれどもこちら1回来られたまたはその時に来たっていう方いらっしゃいますかちらほらほ 結構前の方の方多いですねありがとうございます、えー、私本日司会を務めますヤフ、えー、ah、株式会社に勤務しております水永久美香と申しますどうぞよろしくお願いいたします <laughs> 今日もあのまだ梅雨は明けてないんですかねちょっとジメジメする朝にあの早起きして来ていただいてありがとうございますいつもお聞きする質問があるんですけれども今日がヒルズブレックファースト初めてという方どれぐらいいらっしゃいますか いらっしゃいますね。早起きありがとうございます。もう一つお聞きします。六本木ヒルズまたはこの近くで働いているという方はどれぐらいいらっしゃいますでしょうか。意外とそうでもない方もいらっしゃるんですね。では今日わざわざ六本木一丁目にお立ち寄りいただいたということでありがとうございます。頑張ります。私が頑張るというよりはスピーカーの皆さんが頑張ります。<laughs> それでは私の方からです、ね、ヒルズブレックファーストについて簡単にご説明いたしますヒルズブレックファーストは森ビルと六本木ヒルズのオフィスワーカーによって運営されているイベントでしてこれまでに73回394名のスピーカーの方々が登壇しております ヒルズペチャクチャナイトとはあらゆるジャンルのクリエイターがアイデアを分かち合いネットワークを広げるための場としてクライン・ダイサム・アーキテクツを主催する建築家アストリッド・クラインとマーク・ダイサムによって2003年に東京で考案されました20秒 ×20 枚6分40秒の中で誰もが好きなことをプレゼンテーションできるシンプルなフォーマットが愛され現在では1000都市以上の都市で開催をされています 次回は7月21日の金曜日、お台場の BMW グループ東京ベイでミニとのコラボレーションイベントペチャクチャサマーパーティーキュレイティッドバイミニを開催します。サーフとデザインをテーマに日本を代表するプロサーファーのジェットアキラさん、トップデザイナーの佐藤拓さんをはじめ、8名の素晴らしいプレゼンターが夏を熱く盛り上げます。 入場無料のイベントですがドリ,ンク付きドリンクチケット付きの事前予約は PTX のサイトでできますそしてレギュラーのペチャクチャナイトは7月26日来週の水曜日に六本木スーパーデラックスで開催します東京の現在そして未来をリードするバラエティに富んだプレゼンターが共演しますさてですね今日なんですけれども朝食が販売されております皆様入り口の方で,です、ね、ご覧になった方もいるかもしれないんですけれどもアークサウス ダークヒルズサウスタワーに入っている福島屋さんのおにぎりがございます、えー、ぜひ皆様、えー、朝食をですね召し上がりながら、えー、お聴きください、えー、また今日あの記録が入っているんですけれども今日実は今朝ここにいるのを知られては困るというようなですね殺人撮影 NG の方 <laughs> いらっしゃいましたら、えー、っとスタッフに声をかけていただきたいのでスタッフ手を挙げてもらえますか はい今、後ろの方と前の方とスタッフが何名かおりますのでちょっと自分だけはですね困るとかモザイクかけてほしいという方いらっしゃいましたら教えてください。 えー、そしてですね、今日は正面の壁ですね、こちら私の頭の上になりますけれども、サブモニターをご用意しております。こちらにスピーカーの発言が即時に表示されていきます。これは50回目の回のヒルズブレックファーストで登壇されました、シャムロックレコーズ、青木秀人さんが手掛けられる UD トークという会話の見える化アプリを活用しております。無料のアプリでして、聴覚障害の方向けのみならず、会議の議事録作成などにも利用できるものとなっております。ご興味のある方は アプリのダウンロードと本日のログイン QR コードが記載されたペーパーがございますのでスタッフの方までお気軽にお申し付けくださいちなみにですね今、情報が入りましておにぎりまだたくさんございますのであのぜひ、後方のですねおにぎり販売しているところでえ朝食をお取りいただきながらえ交流いただければと思います。 それではここで今日ご登壇された皆様と一緒に集合写真を、えー、撮影したいと思います。ぜひあの皆さんにも参加していただきたいので、えー、撮影困るという方以外はですね、ぜひあの、えー、ご協力ください。ではマイクをどなたかに。はい、皆さんぜひ楽しそうな顔で登壇者の皆さんこちら並んでいただいて。 逆向きです。逆向きです。逆向き。<laughs> あ、じゃあ失礼。大丈夫ですか。か普通に言った方がいい。いきます。ハ、は、イ、い、チーズ。もう一回ぐらい行きますか。ハ、は、イ、い、チーズ。はい、ありがとうございます。 え皆さんご協力いただきましてありがとうございました、えー、それでは本日のヒルズブレックファーストはこれで終了となります次回のヒルズブレックファーストですが9月25日月曜日場所は六本木ヒルズのヒルズカフェスペースとなります8月はお休みとなりますのでお間違いのないようお越しください、えー、今のうちにこちらもカレンダーにぜひご登録をお願いいたします、えー、それでは今日皆様あの朝早くから ご参加いただきましてありがとうございました今日も素敵な一日をお過ごしください